大河ドラマ「鎌倉殿の13人」と同時期には山田直子「平家物語」も作られました。こちらは滅亡する平家側から平安末期が明るい色調で描かれています。一方、鎌倉殿の13人は当然平家を打ち滅ぼし、鎌倉幕府を起こした源氏側、さらには源の頼朝を担ぎ、その鎌倉幕府を引き継いだ北条家が主役になっています。しかしか 源氏の権威を引き継ぎ、歴史的には勝者の北条家が明るく描かれるかというと、全くの逆になっています。というのも、小栗旬演じる小四郎、後の北条義時は、もともとは静岡の小豪族の次男として、時には家族や幼純染と冗談を交わしながら、明るく暮らしていました。両者も最初はメディーゼとしています。しかし、物語のちょうど中盤に起こした幕府と、 実態として同一化している法条下を守ろうとすれば守ろうとするほど自分は悪事に手を染めることになり暗い決断が続きます。これは坂本雄二、初恋の悪魔で家族の犯罪を隠すためにさらなる犯罪を重ねていった伊藤秀明とシンクロします。このような義時像というのは実は最初のものではありません。例えば1979年の大河ドラマ 草燃えるでも同じ北条家を扱っており、松平健演じる純朴な小四郎が、やはり清掃を通じて冷徹な権力者に変化していくようが描かれました。小栗旬も松平健も守ろうとした、北条家という人間関係に狂わされ、命を落とす者が続出します。少し脇にそれますが、日本の作品の題名は、個人名をつけるのが少ないと言われます。リケンズのデビッド・コッパフィールドも、 戦前には男の一生谷崎潤一郎のささめゆきも英語圏では座巻岡シスターズとなりますこれは文化的に個人主義が弱い日本の特性を表していると考えられます個人よりも集団の力学が優先される結果自意識の塊であるはずの近代文学でさえ個人名を付けにくいと人間関係に狂わされる鎌倉殿の13人も差し詰め ザ・補助ファミリーといったところでしょうか。ドラマの歴史を振り返ると、70年代からそれ以前のホームドラマの否定が起きます。これは日本の経済成長に合わせて、家族よりもむしろ個人が優先されるようになり、視聴空間もこれに合わせて核家族化するからです。例えば、75年の倉本僧、全略をふくろ様はちょうど移行期の作品で、舞台は深川の料亭なので一見人成仏、ホームドラマに見えます。 ただし、そのような人間関係は、すでに当時フィクションになっており、劇中、特に通でも徐々に人間関係が、各家族化や日本人のホワイトカラー化によって壊されていくのがユーモラスに描かれます。しかし、2000年前後の木皿泉、いみ、スイカや工藤勘九郎、木更津キャッツアイといった作品から、むしろ家族の価値を見直したり、血のつながりのない疑似家族が中心となった物語が多くなります。もちろん これは日本の経済停滞や少子高齢化が背景です。そのさらに20年後に家族とそれを守る責任の暗さが描かれたのが2022年のドラマの特徴ではないでしょうか。